皆さんお疲れ様です。村上工房です。前回床の施工が終わったんで、次は工房内部の家具および作業台を作っていきます。これを組んでいきます。ちょっと飛んじゃいましたが、先に机を作ります。作業する机がないんで、まずは机作りからスタートです。足が3つ予約できました。いいじゃないですか、かっこよくないですか。このアンバランスというかアシンメトリーな感じがいいですね。よし、天板と足とあと素材を合体させます。天板の材料は修正材のパイン材を使っています。足については SPF 材を使っています。よいしょ、よし、できました。筋交入れると全然ぐらつかなくなりますね。あ、全然違うな。効くんだな、これは。持って20キロ。なんとなくこだわってみたのは足の形状ですね。ちょっとでもデザイン性には欠けてるかもしれないですね。まあ塗ればかっこよくなる説。いつものように保護塗料で塗っていきます。こっちはシンプルに家具単体じゃなくてもう壁と一体で作りました。これ一本でも、足が一本なんですけれども十分な強度が出す工夫をしています。この加工がかなり力の伝達に関わってきます。ここがワークスペースになりますね。ここの壁はフレンチクリートにして収納を作ります。この斜めカットしたやつをここに貼り付けていきます。よし、そしたらテーブル関係はあらかた終わりました。これがまあメインの机と、そっちが細かい作業したりするサブの机になります。でそっちが収納メインで、こっちが工具メインで、置いていきたいと思います。カウンターの方には、収納のワゴンみたいな動かしやすい収納の箱と、ここがね木工の旋盤エリアにしようかなと思っています。よし、次は収納ワゴンを作っていきます。使う材料はこいつら、パイン材、レール、キャスター、こいつらを融合させます。このぐらいの長い横長のワゴンを作っていきたいと思います。このスライド丸ノコ中古ショップで買ったんですけど、やっぱいいですね。2万1000円ぐらいで買いました。ここからは切り出した部材を組み立てていきます。まずは1層目ですね、下の層を作っていきます。この層は引き出しになるんで、1枚1枚の板は直角につけていきます。よし、下段の仕切りが完成しました。この上にもう一層天板張って、もう一個次がね、このぐらいの下より浅めの棚を作ります。部材の端っこを留めるときは先に下穴を開けてからビスを打つと割れずに作ることができます。パイン材を組み合わせて2層目を作っていきます。2層目の仕切りは上からビスが打てないんで、今やってるように斜めから打って固定してあげます。いろいろと方法はあるんですけれども、これが一番楽なのでこれを採用しました。強度が必要な時は金具とかを使いましょう。次はキャスターをインストールします。キャスターを取り付けた後はいつものように塗装します。またこれも木の保護塗料ですね。色は多く、最近この色ハマってます。なかなかナイスなワゴンができました。いやいいな、めちゃくちゃ仕上がりいいぞ。キャスターが付いてるんで自由に動かせます。よし、最終なんかこいつを2階に持っていく。いけるかな、
次は棚を作っていきます。前面に壁材で余った羽板を使ってこの扉の正面を作ります。で、箱自体は出来合いのものをちょうどいいサイズが売ってたんで、まあ、こいつに合わせてこの寸法を決めたっていうのもあるんだけど、出来合いの箱に合わせてこう作っています。なのでこいつが入って、これもね、ホーマークで売ってるレール、ベアリングレール、いろいろサイズがあるんで、ね、見てみてください。こいつを仕込みます。今回レールの取り付け初めてやったんですけれども、意外と難しかったですね。まあ、最初なんで結構苦戦しました。よし、よいしょ、やっと全部収まりました。レールつけるの意外と大変ですね。いいね、いいね。こういう奥まったとこのレールのビスを打つには、普通のインパクトだとところがあって打てなかったりするときはこういうものを使います。これがエクステンションロッド、長いところ、細いところに突っ込める。プラスこれがアングルドライバー、90度に回転を伝えられるやつ。インパクト用のやつを買わないと、インパクトって振動があるんで壊れちゃうんで、しっかりとインパクト用のね、対応したやつを買ってあげましょう。これ意外と高いです。こっちが多分3500円ぐらい、これは割と安くて1000円ぐらいで買えます。こいつをドッキングします。でさらにこいつをドッキングします。完成です。エクステンションアングルシステム、こいつがあればこういう奥まったところの90度下のやつね、これもハンドルが取れるんで横も打てたりしますね。これめちゃくちゃ便利です。こいつがあれば割といけます。よし、ようやくできました。これめちゃくちゃ時間かかりましたね。ここスライドと開きロッド、ここは細かいパーツを入れるこういうものを収納しています。ちゃんとキャッチできるの全然スムーズですね。ついにできましたね。よっしゃ、できた。ここで寝てるんですけれども、寝てる環境がなかなかアップグレードしません。いやー、寒い。見てください、寝室なのに氷で、水がもう凍っちゃってガチガチですね。だいたいこの部屋の中多分マイナス2度ぐらい、2、3度ぐらいかな。ちょっとまだ部屋が塞ぎきれてないんで寒いんですけど、とりあえずここで寝ちゃいます。寒い。よし。